ちょっとしてる大仏の真似をしております。さあ、じゃあちょっと西日本聞いていったので、あ、ちょっと待ってくださいね、きびなも配っております。さあ、配りながらでいいですね。はい、東日本、東日本の方、あ、ありがとうございます。あ、結構いる、結構いる、東日本、東日本、お、聞いていく、父さん、父さん、岐阜県、岐阜県、もう岐阜県といえば鶏違う、うさぎ、あ、う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 かい、うかい、うかいうかいね、はいはいはい、うね、今のうね、あ、そうだね、鳥のうで漁するやつですね鳥のあれですね、ありがとうございます。見たことありますか、うかい、あ、あれってさすが、やっぱりねあ、すごいね、いろんな、またね、たくさん後ろの方にもね、東日本から来てくれた方もいらっしゃる、はいはいはい、一番後ろの兄さん、すごいいっぱい手挙げてくれたもんね、ちょっと待ってね、よしよしよし、お兄さん、お兄さんどこから来られました、福島、はい、福島、元気よくありがとうございますようこそ今日だから、すごい遠いところからありがとうございます。聞いてみる、何を、福島の美味しいもの、福島の美味しいものを教えてください。桃っすね桃だって顔も、桃美味しいもんね、福島の、あのキュッてなってるって言ってます、こう丸くって、そうね、クマのお尻みたいに丸くってキュッてなってます、はいキュッてなってますので、ぜひね、福島の桃をね、皆さんご賞味いただければと思います。さあ、いろんなところから、はいはいはい、なになになに、今のベイブレード、ショウさんねショウさん、もうどこの方か聞いてみる、ショウさん、どこから来られました、東京です、ありがとうございます、東海から、ありがとうございます。東京といえば、どうも東京タワーですか、東京タワーですね、東京タワーです、ありがとうございますさあ、今日はですね、翔さんも後ろの方にですね、お兄さん来てきております、そして来てくださっております来てくださっております、そして左側にもうネタバレかもしれない、来ておりますね、ありますね、もう細かね、あります、そうです、そうです、今からですね、今上でね、カレアのホールの方で、くまモンカップっていうベイブレードのですね、ものがあっております。知ってた人、はい、おい、本当、あ、ありがとうございます、嬉しいね、くまモンってベイブレード、行きました、行ってはないみたいです、あ、でも持ってる持ってる持ってる、すごいありがとうございます。さあ、なのでですね、ぜひここからはちょっとショウさんにマイクをお渡しいたしまして、いろいろ説明をしていただけたらなと思います。じゃあ今日も呼んでみよう、ショウさん、お願いします。くまモンありがとう、くまモンありがとう、さあ皆さんこんにちは、ありがとうございます。これはベイブレードの伝道師、ブレーダーショーと言います、よろしくお願いします。ありがとう、クマモン、ありがとうね、みんなありがとう。早速なんだけど、ここの会場に集まってくれてるみんなはベイブレードって知って、あ、クマモン大丈夫、なんか紐切れちゃったね、これ大丈夫、いい、 OK、 OK、 クマモン見守っといてね、ありがとうねさあ、それではですね、改めてこの会場に集まってくれてるみんなはベイブレードって知ってるかな、ベイブレード知ってる人を手を挙げてください。おー、じゃあベイブレード知らない人、あ、知らない子もいるよね、もちろんだね。じゃあこの後ブレーダーショーがみんなにベイブレードのことをね、知ってる人がいっぱいいたんだけど、ちょっと説明していきたいと思います。まずベイブレードはですね、ちょっと準備ができてないからあれなんだけども、バトル専用コマ、それがベイブレードです。ちょっと失礼しますね、ごめんなさい。こんな感じ、これがベイブレードです。おじいちゃんおばあちゃんたちとかもね、見たことあるかもしれないんですけど、これそう、ベイゴマが元になった改造することができるバトル専用ゴマ、それがベイブレードなんですね。で、こういう簡単にゴマを回すことができるランチャーという発射装置、これを使ってベイブレード、ベイゴマを、あ、ベイゴマが元になっているおもちゃ、ベイブレードをバトルさせる
ベイブレードです。で、ベイブレードっていうのは3つの勝ち方があります。その勝ち方っていうのを紹介していきたいんだけど、まず1つ目、あっち側の、モニターを見てもらってもいいかな。その1がスピンフィニッシュ、相手より長く回り続ける勝ち方。そしてその次がこちら、オーバーフィニッシュ、相手をスタジアムから弾き出す勝ち方。普通のコマだったら、まあここら辺まではちょっと想像がつきますよね。なんですけど、ベイブレードはこの先がすごい。3個目の勝ち方、こちら、バーストフィニッシュ、強力な攻撃で相手を破壊して勝つことができるんだよね。これがベイブレードバーストっていう、今みんなが夢中になってるおもちゃです。ベイブレードのことみんな少しは分かってくれたかな。分かった人、それじゃあですね、このベイブレードバーストなんだけど、今回ちょっと一緒に、なんだ、ちょっとね、台本を、どこか分からなかったから一回確認します。みんなさん、待ってもらって、あいつ、あ、何何、クモモンが教えてくれるの。あ、ありがとう。あ、ここここだよって。ありがとう、クモモン。クモモンのおかげで台本の場所を見つけることができました。さあ、じゃあ改めて台本に戻ります。ベイブレードの紹介させてもらったんだけど、今ですね、くまモンがくまモンカップっていうベイブレードの大会をアンバサダーとして開催してくれております。さっきね、お姉さんたちもちょっと紹介してくれたんだよね。それがですね、今ここの10階パレアホールで今日大会を行ってるんだけど、この日のためにね、くまモンがベイブレードを特訓をしてきてくれたんだよね。あ、すごい、めちゃくちゃ気合が伝わってくる。くまモンがね、特訓したくまモンと日々俺は積み重ねてる特訓をね、見せつけるために、俺とくまモンでベイバトルをしてみたいと思います。みんな応援してくれるかな。あ、やった、ありがとう。それじゃあ早速くまモン一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。じゃあ、それじゃあ今からね、ちょっとベイバトルの準備をしていきたいと思うので、ちょっとみんなにはこの様子も見つつ、ベイバトルの応援する時の掛け声とかはね、教えていきたいと思うので、一緒にやってください。なんだけどね、今回やっぱ声を出すわけにはいかないので、ちょっとベイバトルシュートするときにね、フォームがあったりとかします。それは、3、2、1、ゴーシュー、この掛け声で打つんだけど、みんなで一緒にこの動きをやってもらいたいと思うんだけど、ちょっと一回練習やってみてもいいかな。じゃあちょっと行ってみたいと思います。俺が行くぞって言ったら、3、2、1、ゴーシュー。あー、オッケーオッケー、いい感じですね。でもまだちょっと元気がない人がいるから、もう一回もっと元気を込めてやってみたいと思います。みんな、行くぞ。3、2、1、ゴーシュー。あー、いい感じだ。ありがとう。みんながこんだけ頑張ってくれたら、俺たちもバトル頑張れそうな気がするよね。ありがとう、くまモン。よっしゃ。それじゃあ、俺たちも使うベイブレードがあるから、ちょっとそれぞれ紹介したいと思います。タッタッタと。じゃあ、くまモンはこのベイブレード使うんだっけ。あ、あー、ごめんね。じゃあね、ちょっとこっちのやつももらって、今回、じゃあせっかくのくまモンのベイブレードを俺が持ってるからみんなに紹介させてあげるね。これはディバインベリアルっていう攻撃タイプのベイブレードです。クマモンのね、色にそっくりな赤、黒、白のベイブレード、これがディバインベリアルだね。クマモン、ありがとう。で、ちょっとこれセットしておくね。ほい、どうも、ガチャン、オッケー、マッチー。で、今回俺はこのエクスカリバーというベイブレードを使ってバトルしていきたいと思います。そしたらクマモン準備万端かな。オッケー、そう。じゃあ俺もセットして準備していくので、さっき言った通り、俺が行くぞって言ったらみんなで、ね、3、2、1、ゴーシュート行ってみたいと思います。よっしゃ、行くよ、クモ、構えよっか。あ、見えるかな。あ、そのモニターどういうか見えるんだね。みんなあのモニターに注目して、まさに楽しんでください。それではやっていきたいと思います。よっしゃ、じゃあクマモン構えて。あ、クマモンちょっとスタジアム届かないから。お腹が、すいません。お腹が疲れてるか。これならいけるかな。はい、めっちゃいけそう。じゃあみんな行ってみようか。はい、それじゃあ、ゲイのエキシビションバトル、行くぞ。
しっかり楽しんでくれたみたいでよかった。またいつでもリベンジ待ってるからな。分かってこいよ。そう、改めてなんだけど、今回ですね、さっき言った10階のパレアホールの方では開催されてるんだけど、そこではですね、フリープレイコーナーっていうのも用意してて、当日来てくれた人たちもベイブレードで遊んでもらうことができます。人数制限がちょっとあるので、全員が全員そこで来たっていうのはちょっとわからないんだけど、もしベイブレードに興味があった人はですね、そっちの方のフリープレイコーナーもぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ありがとうございます。さあ、ということでね、今大会も行われているので、俺はそろそろ復帰の方に戻りたいと思います。くまも本当にありがとうね。ありがとうございました。じゃあみんなもこの後もこのステージしっかり楽しんでてください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。じゃあこれ持ってきちゃおうかな。すごいね、これね、こうなってるんだよって。熊本はそのタイプ、翔さんはそっちのタイプ。はい、そうだったね。ちょっとじゃあ翔さんも行っちゃうみたいだから熊本お見送りしよう。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。バイバーイ。よし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 。バイバーイ。わーかぶってるかぶってる。楽しかったね、ベイブレードね。はい、これね、僕こっち、こっちがいい、こっちがいい。もうできないです。もう直されました、クマモン。すいません、ありがとうございました。今からですね、ちょっとまたクマモンスクエアのステージに戻らせていただくんですけれども、今日も開始ね、そう楽しかったね。ちょっと負けちゃったけど、クマモン、まあね、リベンジがあると思うので、次は絶対翔さんに勝ちましょう、くまもん。よし、力強いうなずきをありがとうございます。くまもん、さっき思い出したんだけど、あ、どうぞあるあるですね、あるあるですね。ありがとうございます。さあ、こら、くまもん、さっき閉めらしたでしょ、そこ開けんよ、鍵閉めらしたやけんね、ダメです。あーじゃない。今日もさっき思い出したけど、今日も踊っとらんかった。ダンスしとらんかった。ダンスね、今日も本当ね、最初の方で一回踊って、最後に一回踊るっていうね、調整が、はい、ちょっと皆さんの出身地を聞けたらですね、楽しくて、あ、そうね、二回踊る、今から二回踊る。そして2つ目は、カモンも
モンモンモン熊本熊本ということで、カモン熊本という熊本10周年のね時に作っていただいた曲になっております。これも手拍子たくさん皆さんとするところがありますので、ぜひね一緒に楽しめたらなと思います。はい、これが2つ目。そして3つ目は皆さんメドレー違うね、僕と、うん、こういうメソッドここに来て皆さんとみんなで やるやつね、あのこういうメソッドっていうですね、あのお家でもできる簡単エクササイズのですね、あの曲になっておりまして、これを選べばですね漏れなく皆さん立ち上がっていただいて一緒にすることになっております。はい、こんな感じで今流れてますね、エクササイズっていう感じでそう、ちょっとこの3曲 めちゃくちゃ悩むとは思うんですけれども、ちょっと聞いてみます。1つ目がくまモンスクエアのテーマ、2つ目がカモンくまモンで、3つ目がこういうメソッドですね。さあ、じゃあ皆さんちょっと考えていただいて、何を見たいかな、くまモンのダンスちょっと考えてもらって、3択ですよ、あの見たいと思うところ手を挙げていただけたらなと思います。さあ、じゃあ聞いてまいります、いきますよ。1個目のくまモンスクエアのテーマがいい人、はーい、おお、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22ぐらいかな、くまモン。あ、OK、数えました、ありがとうございます。さあ、ちょっとドキドキだね、次カモン、くまモンがいい人、あ、え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ちょっと少なくなったね、ちょっと少なくなったけど、まあ、数えました。じゃあ最後ですね、あー、ドキドキです、これで決まりますよ、くまモン、こういうメソッドがいい人、1、2、3、4、5、6、7です。ここに来たらこれを踊るしかね、はい、ということで皆さんありがとうございました、ご協力ですね、ありがとうございました。さあ皆さん、2つ踊るの、そっか、じゃあくまもう多い順でいい、じゃあくまもんスカイのテーマとカモンくまも踊らせていただきます、よろしくお願いします、ありがとうございます。さあ、で全部もうカモンもフルバージョンで踊りますよ、くまモン。はい、なので皆さん手拍子の準備をお願いいたします。あの、ぶっ続けでね、ぶっ続けでいく、ほんとすごい。さあ、レアですよ今のうちに涼んどこうと、今のうちにちょっと扇風機に当たって涼んどきますけれども、さあ、じゃあくまモンスクエアのテーマで最初に行きますけれども、皆さんたくさん手拍子していただいて、実際お友達はくまモンと一緒に踊っていただけたらなと思います。くまモンの真似してみてくださいね。さあ、いきますよ、くまモンスクエアのテーマ、ミュージックスタート。Yeah.
ました。キラキラもやってくれた人もいたね。ありがとうございます。さあ本当にぶっ続けていくじゃあ続きましてですね、あのカモンクマモンという10周年の時のですね曲を今の実際に踊らせていただきます。モモモンモモモンクマモンというところがあります。そこはですね皆さん手拍子を揃えていただきたいなと思いますので、一回だけちょっと練習をしようと思います。はい、モモモンクマモン、あ、よ、酔ってもしてほしい、酔ってもしてほしいそうなので、じゃあちょっと皆さん一回やってみましょうか。お手手の準備お願いします。お手手の準備できるかな、パワー2つできるかな。さあいきますよちょっとびっくりしたよし、それではいきますよ、せーの、モモモンモモモンクマモン、よっ、モモモンモモモンクマモン、完璧です、ありがとうございます。4の時はぜひね皆さん顔をね顔の横に持ってきてもらってそりゃそうよあのね、ぜひ一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。さあくまモン準備よか、よかね、よかね。じゃあいきますよ、カモンクマモンミュージックスタート。よっクマモン、さあ皆さんお手にお願いします。よーカモンモンカモンモンクマモン、よっカモンモンカモンモンクマモン、ありがとうございます。はっぱい、なんだ
でね、暑かったもんね今日ね。ぜひね、あの水分補給ね、あの忘れずに。そう、塩分も大事ですよ皆さん。どうした？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 あ、した、した、した。なに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 ？すいませんすいません、これを一つもらってもいいですか？じゃないよ、今日も。なになになに？10個。1個じゃない。全部ね。それなに？それなに？それなに？メロ。どうしたの？なんで剥がすの？なんで剥がしたの今？1日10食限定だって。これもう今日はあの多分今日みんな暑いけんね、みんな食べとらせよ。もうあのその後の人のために取っとこう、くまもん。もう毎日来るけんね。ほらみんな見てるみんなも見てる。さあ、そうね、今日はねとっても暑いので、ぜひ冷たい飲み物も飲んでね、あの体を冷やしてください。さあ、もう戻ってきて気になるけど、どこに何色あるのかも気になるけど聞いてみる、どこに何色ですか？あ、全部あるって。あら、はいはいはい、行ってください、行ってくださいじゃないか。あ、どうぞって、ありがとうございます。これもらっとこう、これもらっとこう、それもらっとこう。皆さんもぜひね、カフェコーナーにもお立ち寄りいただいて、あのちなみに15時からもくまモンやってきますので、あのお時間ある方はね、またくまモンに会いにいただけたらなと、会いに来ていただけたらなと思います。さあ、じゃあくまモン最後ご挨拶しましょうかね。よいしょよいしょよいしょ。さあ、改めまして皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、かっこよくご挨拶をしていきます。熊本サプライズ、熊本。なんで止めたん？これ？送って。あ、ごめんごめん。そうね、ちゃんとね、ピシッとせなきゃね。よし、ピシッとしますよ。熊本サプライズ、熊本隊隊長の熊本でした。皆さん、今日はありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。おせちおせち振ってあげてください。バイバイ。待ってかいよ、バイバイ。熊本が安全に体感できるまで、今しばらく席の方でお待ちください。